こんにちは、もこです。今回は平内町の椿山海岸に今年2度目の椿が開花したということで撮影に行ってきました。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。大丈夫かな。はい、白鳥。よいしょ、なんだこのピラピラ。あ、来ないようにってこと。白鳥が怖がってここから出ないように、なんか事故があったので沿道や駐車場では餌やりをしないようにとのことです。白鳥がいません。白鳥取りに来たのにいません。どこに行っちゃったんでしょう。緑になってるじゃん、アスパム。これからアスパムのクリスマスマーケットに行ってみたいと思います。までライトついてくれればいいのにね。
車場待ちの車が、はい、ポストの上にはねぶた何情報なのかよくわかんないけど、ほらほら、あ、マギュロウだ、マギュロウがいるよ。じゃあマギュロウから行く、マギュロウ、ほらあ、マギュロウに気を取られてねほらほら、マギュロウ、マギュロウだ。マギュロウ。ね、グリグリするのはやめてね。痛いって。あは。あ。北海道から来ておりますので、はい、グッズとか、はい、ありがとうございます。綺麗、クリスマスマーケット、あ、綺麗、これ音楽どうなんだろうね、問題あり？あ、こっちの鏡、ガラスにも映ってる、ほら綺麗、牛タン弁当、お肉、こっちは、ありがとうございます、ジャックチキンのトルティーヤ、トルティーヤ、ほうほう、ソーセージ、そしてこっちが、パニーノ、クラムチャウダー、コーヒー、青い森コーヒーだ、人気だね、ちょっとこっち取ろうかな、何、何に並んでんのみんな、あ、え、何、ローストビーフサンド、あ、ローストビーフね、そしてお肉、お肉、カニ汁あ、ここ森の惣菜屋さんだよ、そうか、青い森さんじゃん、うん、で、こっちがダブルバーガー、こ、小悪魔焼き、なんでしょう、クリスマスマーケットインアスタムにお越しくださいまして、ありがとうございます。今年で5回目を迎えました青森の冬ならではのベイエリアのお楽しみ、西側駐車場はメイン会場となりまして、中央にそびえるのはメインツリー、キノコやヒュッテでは青森の食材を使ったあ、あるある、ドリンクを販売しています、ちょっとアップで、外は本物のリンゴが、心と体が温まるひとときを飾られてます。1階イベントホールではお食事をお召し上がりになることができます。テーブルとベンチがございますので、お買い物の後はアスパム館内へお進みくださいませ。
アスパムと一緒。ということで、椿山海岸の椿とアスパムのクリスマスマーケットの様子をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。もこでした。バイバイ。